今週は4年生フォワード末廣さつきに密着した。今日は密着させてもらいます。お願いします。先生、率直な感想どうでしょうか。彼の4年間は決して順風満帆ではなかった。まあ、自分はやっぱり1年の時入った時には周りの差とかすごい感じて辞めたくなる時もあったし、2年3年となって A チームに関われない時期っていうのがずっとあったんで、まあすごいもがき苦しんでたっていう過去があります。さまざまな葛藤を抱えながらも彼は自分の実力を客観的に見続け、サッカーに対して真摯に常に全力で取り組み続けた。この日彼の姿はトップチームの練習試合にあった。先週、まあ、出てないんで、まあ、今週はなんとかギリギリだと思うけどメンバー入ってしっかり試合出てチームに貢献したいなと思うので、今日はしっかりアピールして頑張りたいなって思います。得点のためにゴールに向かい続ける末廣、状態は良さそうだ。外しました。前半が始まった。この日の末廣はベンチスタートだったが、戦況を見つめる姿はどこが違った。後半に入り出番がやってきた。後半5分、末廣は相手のミスを見逃さなかった。フリーキックのこぼれ球にいち早く反応し、待望の得点を奪うことができた。試合後、彼に話を聞いた。まあ、1点取れたんでビールはできたんですけど、守備面でまだまだ自分で課題残ってたので、そこはしっかりやっていこう。まあ、まずは現場に入ってチームに貢献することをしっかり一番目は最初目標にして、でも自分のためじゃなくて、やっぱチームのために何ができるかってことを試合も日常の中でも考えて、今週末は絶対中部大学チームでチーム一体となって勝てるように頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。持ち前の勝負強さを発揮した末廣、今週末の第2節中部大学戦でも躍動した姿を見せてくれるだろう。お疲れ様です。今日はありがとうございました。今週末中部大学戦あるんで、ぜひ最後一言お願いします。お前入って、今日はありがとうございました。彼の挑戦はまだ始まったばかりだ。その勇姿を最後まで見届けたいと思う。末廣さつき、メンバー入りなるか。